ネオンはダッチが販売している乗用車である。ネオンというネーミングは1991年にダッチブランドでコンセプトカーとして登場した。このモデルは1994年発売のモデルに多少似ているがスライド式のスーサイドドアを備えていた。このコンセプトは1987年にクライスラーが AMC を買収したことから入社した。 クライスラーデザイナーによって設計された。1994年初頭、ダッチコルとダッチシャドウの後継としてデビュー。当初はセダンのみが販売され、クーペは1994年秋に発売された。二代目ネオンは1999年8月に発表された。クライスラーネオン、プリムスネオンはボディを共有する姉妹車だが、わずかに伸びた、ホイールベース、広い車内。 より洗練されたエンジンを持つなど差別化が徹底されていた。2002年秋にはマイナーチェンジが実施され、2003年モデルとして販売される。派生車にダッジネオン SRT-4 がある。2005年夏の終わりにネオンの生産は中止される。これは他のネオンと比べ最も長い生産期間であった。後継はダッジキャリバーで、 SRT-4 も引き継がれた。三代目ネオンは、トルコブルサで製造されたフィアットティーポの、ダッチブランド版である。2016年に生産が打ち切られた五代目ダッチ、ダートの光景でもある。フラマング、ジェームズ・エム、コアールキー、ロン、スタンダード・カタログ・オブ・アメリカン・カーズ1976-1999、クラウス・パブリケーションズ、 イオラ1999 ISBN 0873417550ありがとうございます。